はい、どうもこんにちは。裏切りマンキーコングのフージです。たら投げちゃうよ。はい、というわけで本日も、ゴーストオブツシマの動画を撮っていきたいと思います。はい、というわけですけども、はい、前回は、スニーキングという名の、ゴリ押し救出劇をしまして、さあ、そろそろね、お話も終盤でございますよ。見てください、こちら。はい。影の武者、はい。打ち入る前に小松でユナに、あ、もうここですよ。あーですから、もう移動します。はい。普通に飛びます。はい、飛ぶことができますので。ちょっとね、もうこう、そろそろちょっと、本当にクライマックスと言いますか、そろそろその、本題に入る形ですけども、まあ、ただ、あ、ちょっと音でかいですね。すいませんね。はい、ただ、まあ、それが、本当に終わりなのかと。だってまださ、僕のその、なんつうの、型とかさ、全然なんですよ。距離記録もねえな、全然。そう、それってやっぱり、どっちかというとまだまだ、ね、志村王子助けてから何かあったりとかっていうのはありそうなんですよね。どこに行けんすか、これどこですかこれ。なんか、裏の裏来ちゃいましたけど。ユナ、ユナ分かりやすいとこ行ってくれ、ユナ。ビョー。あ、こっちだ。あー、そこだ。オッケー。スイッ、ドブ、よっ、おっ、よっ、ぽつ。ユナは、ここら辺に、今一周したな、これな。あれかユナ、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 あ、建物ないとこか。何のことやろうと思ってた。え、ここだ、ここだ。よいしょ、と。オッケー。おいな、いた。意外と近いな、お前。はい。戻ったね。戻ったよ。さあ、ちょっと、帯締めて、行きましょうよ。まだおったのか。ふん、嫌なのかい？鍵縄の完成を見届けた後すぐ、あ、確かに。島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたは鷹の恩人だ。わあ、すごい、義理堅いね。志村様を助けるまで付き合うよ。うわ、嬉しい。それは心強い。うんうん、皆を集めて弓衆が多いな。何て言えばいい。これより金田の木に向かい、叔父上を救うと。はい。あ、でも結構クライマックスでやっぱ言ってることは。うん。うわあ、金田の城、金田城。久々だな。これいや、これ切り替わり方スターウォーズの毎回。獣のごとく八つ咲きにして。もういいよ、もう言ったけ言ったけ。己らが民に何を。あ、よかったよかった。志村王子は分かってるわちゃんと。そこらへんな。心根では。分かっておろう。いや、嫌なやつだな、本当に。我らの望みは同じ。死して名を続く勲氏だ。勲氏。わしは誉れを持って武勲を立てた。あ、まあ、武勲は分かる。勲氏は分からん。を正し、はい。平和をもたらしたのだ。おお、まあまあね、そこは。己とは違う。あ、ちゃんと。いいね。やつもそう言った。信念がある。だが、やつは勲氏を残す前に死ぬことになる。勲氏とは死しても残るもの。お。言いまかしたよ、論破したよ。さあ、己の家は代々対馬を。コトゥンはそれに対して確か先祖以来の城が北にあったのだったな。あ、この目で見るのが楽しい。こいつ、その間己はここに一人閉じ込めて、すぐ脅す。上を忍ぶがよい。待っとけ志村王子、ちょうどよかったわ。ちょうど今煽りを受けた数国語のこと。はい、あなたの育てた甥っ子が血にまみれ、力を携え、鍵縄持って、どうした？参上。何があった？来ない？みんな揃った。菅笠衆を待つ。え、何？どうしたの？いや。なんで来ないの？先に小屋で待っておれ。え、なんで？え？は？え、裏切り？ここに来て？ちょっと、龍ちゃん。やめろお前、飯もらったからコトゥン藩に寝返るとか。フルーツグラノーラなのは分けてる。おおおおおお、どうもどうも、師匠衆。お前今座んなかった、そこ。おかせ、おじうえもお喜びになります。ありがとう。我が一族の仇討ちはしばし見合わせ。うわ、すげえ心強い。飯の巴を追うのもな、地頭をお救いするのが先決だ。あ、素晴らしい。お前がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を。よかった、二人は来てくれた。待つとするか、うん、後で会おう。久々のなのかな、石川ちゃん。敵に寝返ったと聞いた。おい、まあないな。今はよせ。年がいもなく若い女子と暮らすな。あ、やっぱ若いんだ。え、やっぱできてるのか。娘のようなの。石川王子を。父親など忌々しいもの。本当か、うん、ちょっと聞いてみよう。老ご老体の喋る話を。ギリギリ行くな、結構。大丈夫か。無理しないでね。言うなー。
ちょっと厄介者だけど2人、ちょっとその前にちょっとなんかアイテムゲットできたら、アイテムもらっていきたいんですけど、ないでしょうか、アイテム的な何か。クナイもゼロだし、気力もゼロなんですけど、私。大丈夫ですか、体力出ないな。クナイも気力もゼロの状態で私行くの嫌なんだけど。クナイが全てのね、ちょっと頼みの綱だから。まあ、戦ってるうちに探すのが一番か。よし、行こう、ユナ。ここどこだ、ああ、タカ。竜像は酒はスカン。タカイ様、もう一度行ってみろ。ケンジもだ。アホアホ、せめて一口飲んでみろって。あ、ごめん、飛ばしちゃった。タカ、内容が。カニナは助かったぞ。ありがとう。お役に立ったようで。いや、素晴らしいわ。姉の反対を押し切って、ご分を祈りに来ました。嬉しいな。お前は何しに来たのだ。そう、ケンジ。一人酒はつまらなくて。良い酒を残しておけ。うん。おじ上を救った暁には宴を開く。わあ、いい。いいね、ジンは。それじゃあ極上のものを。そういう、なんか夏の、お戻りください、ね。いろんな人にちゃんとこう、あんま正座すんな、そこ。痛いぞ、石とか。ちゃんとこう、仲間にね、役割を持たせるってすごくいいことですよ。そうすることで、こう、あ、俺もちゃんと、あの、みんなのために頑張ったのだというね、そういう錯覚を植え付ける。偉いですね。おのおの方、潮時です。来たよ。これよりおじ上を落とす。潮時って引くとかじゃないんだ。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。ね、ちょっとおかしいな。しかれども、これ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。鍵縄で突っ込む。私が鍵縄を使って忍び込み、呪し術を破壊します。皆は大手門を破ってください。なので、呪しさえ上がらなければ。おじ上は死角に囚われておいでのはずです。白攻めに気づかれればお命が危う。闇討ち基本。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。どうすんの？無理じゃない？それから死角を目指し、おじ上を救い。この橋、ここがやばいのよ。戻り退却しましょう。ここ。刀持ってってあげてほしいな。死にに行くようなものだ。打ち入れば負けます、うん、闇に乗じて忍びいるのが肝心なのです。ド派手な鎧着てるやつに言われてもな。忍びいるのですビヨーンじゃないよ。脱いでった方がいいかな。大丈夫こんな格好で。大丈夫。なんかさ、あのメタルギアみたいにさ、あのカムフラージュ率とかない。じゃあ行ってきますわ。ちょっと待ってて。師匠たち。うまくいくと思う。行かせる。うん、行かせるなのよ。うまくいくかどうかじゃないのよ。スイッ。ここから登れそうだな。お。皆の元へ。あ、なんだっけ。城の中で。気をつけるんだよ。どうすんだっけ。鍵縄はね、どうすんだっけ。あれ、鍵縄の使い方した。うわ、鍵縄の使い方一気に忘れた今。どうすんだっけ。四角？違う。ああ、アルツだ。よかった。ああ、オッケー。よかった、よかった。出てくれた。危ねえ。完全に、詰むとこだった、ここで。攻略サイトやっぱ見るわけにいかないからさ。詰んで終わるとこだった。と、いや、ああ、よいしょー。いや、いらんじゃん。いらんじゃない。え、もう一個上があるってこと？ちょっと待って。よいしょー。とら！オッケー。ちょっと待ってな。とりゃ。よいしょ。とうを。よく見よう。とう。はあ。お前も言うな。ボロボロになっちゃったよ。なんだよこれ。ちょっと待ってよ。闇討ちして回復しないと。なんでやだよもう。こんな状況で。こんな状況で行くの。ちょっとなんか全然違う道なかった今。待ってない。鍵縄が使えないよ俺は。鍵縄の使い方がわからんこれ。こう行くでしょ。え、こっちでしょ。でジャンプしてジャンプ鍵縄の、え、いやこれいらんくない、このこれいらんくない、これと、あ、いった。いらんじゃん。下からいけるじゃん。必ず救います、おじ上。はい、どうも。やっぱボロボロですが。ズタのボロでございますけども。行きましょうか。なんかねえかな、ここら辺に。キツネのあれ。ないか。よし、行こう。とりあえずは、闇討ちして、記録回復して、
自分の体力回復させないと話にならないので。いやもう本拠地も本拠地だけど大丈夫かい。本拠地どころじゃないぞこれ。え、どうしようこれ、どうしたらいいかな。とりあえず、うーわ、あいつとかきつそう。もう一人きついのいるけど。ってことはこれぐるっと回るかな。いやー、何今のフェイント。よし、これさ、死体を引っ張っていくっていけないのかな。無理だ。あと屋根の上、先生が物見を仕留めておる。さすがだ。あ、すごい。あ、すごい。どっちの先生かな。やっぱ石川王子かな。石川王子こういうとこでぐらいはいいとこ見せてほしいよな。この中入ってもしょうがな。え、はい、ごめん。寝てるところごめんな。でも俺気力が欲しいんだ私は。あれない。でもこいつもやっぱさ、生きてたらさ、このことが起きた時に突っ込んでくるわけじゃん。減らしとかないと。やっぱ出会いの結果、うわー、そこにいるね。あ、オッケー、見てない。あちゃ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 。え、まずい。どっち来る、派手だったかな、鎧が。よーし、よし。キュ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 。待って、ここ入ると大丈夫。そこにいたよな。いや、めちゃやばい。うわ。本当はもう、いつあいつがさ、スタコラさっさと来るかわからないし、こんな大通り全然敵、あそこあれだ、ちょっとあれなんだけど、のろしずつ、まず番兵を倒さねば。あそこか、オッケー。はい、来た。何？大丈夫だよね。よし、開け。で、あいつ。おお、マジ？なあ、あいつ。くるくる向きやがって。こっちだな。オッケー。一瞬のその見回り、何それ、すごいやらしいなお前。ほら、せい、よし。先生、ケンジと大手門の番は心得た。めっちゃ崖沿いの兵を礼儀正しい。任せときな。よし、橋で時を待て。オッケー。まずは第一ミッション成功。誰か忘れておるぞ。あなたは私と。お、心強い。雅子様いたらもう負けねえよ。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。なるほど、何それ。おお、ここを抑えねばなりませんな。はい、不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。え、不意打ちしたい。あんじゃん、不意打ちスポッターが。えほう、ちょっと雅子様、待っとれ雅子様。ウェイ、うわー、いきなりむずいな、これでも。どうしよっかな、これ。
え、どうしようかな。で、え、どうしよう、不意打ちスポットねえじゃん。ぐるーっと、あー、ばばばば、おー、めっちゃいる。下通ったらもうやばいことになるもんな、これ。今行ける。あ、やばい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 、やおぉ、え、てめえ、まさこ様に触るな、我が死者。あー、痛い。解析用だ。早っ。マジ。よっしゃ、痛いです。この野郎、嘘、いやマジか。やりむず、痛い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 、まさこ様、まさこ様、まさこ様、ちょ、まさこ様、ここやりむずいなマジで。ここを抑えねばなりません。ちょっと待ってて、まさこ様、行くぞ、突き破ろうぜ、もう一回行っちゃうろ、もうかけれよ、女もうつら、もう鬼がパンペだ、ボケ。あ、痛い痛い痛い、やばいやばいやばい、鉄ハウ、鉄ハウですよ、まさこ様、鉄ハウでございます。てめえ、おら、鉄ハウ食らえよ、こっちの、こっちの鉄ハウも食らえ、おらおらおら、あ、痛い痛い痛い、こっちの鉄ハウも、あ、ないわ。あ、痛い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 、お前マジずるいわ。ちょ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 、待て、ちょ待て、まさこさん待ってて、まさこさん待ってて、次は、ごめん、ここを抑えねば、待ってて、まさこ様、任して、または突き破るか、お主が決めろ、任して、え、そこにいたやつどこ行った、え、そこにいたやつどこ行った、ちょ、ダメだ、あ、ダメだ、まさこ様、まさこ様ダメだった、ごめん、ちょっとそこいて、まさこ様、なんかバレた、まさこ様、まさこ様多分バレたわ、俺らよーちべしべし、オッケー、バレてない、あ、帰った、あ、よかった、ちょっとまさこ様さ、ちょっとさ、これさ、なんかねえかな、使えるなんかギミック、とりあえずあいつやっとくか、おら、で、はあ、集中モードからのへっしゃ、集中モードができない、ほら、オッケーオッケーオッケー、あ、オッケーオッケー、もう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 、あー、危ない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 、もう分かったわ、ちょっと待って、あー、死ぬ、やだやだ、うれ、死ぬ一瞬、うわー、でで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 、危ねえ、死ぬ一瞬、よし、これだ、で、後ろから、後ろからやる、
こいつを基本的に打ち取ったよ。で、これ避けきんなきゃダメだ。うわ、避けたんですか？避けてるんですか？ちょっと待ってください。ズルしてます、この人。この人ズルしてる。絶対ズルしてるわ。いや、ちょ、避けてない？え、私避けてませんでした、今。いや、ちょ、待って、おいおいおい。ズルしてるわ、この人。超ズルしてる。避けた先にあったらダメみたいにずるいわ、それは。ここを抑えねば。どうしよう、マサコ様。どうしよう、マサコ様。マサコ様がさ、ちょっとさ、マサコ様、こっち来て。もう、やってくるわ、じゃあ。待っててよ。絶対無理だもんな。正面から行ったら絶対負けるもん。なんこいつら。ずるいわ、いっぱいいて。待って、一番やれそうなやつなんだ。こいつかな、やっぱ。こいつら。いや。こいつらもやれなそうなんだよな、実際。実際やれなそうなんだよ。危ない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 。大丈夫大丈夫、見つかった見つかった。あ、見つかった見つかった。大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫。ちょ、スーパー。ちょ、待ってね。こいつ、これ、こっち向いてたのか、このハゲ。ハゲがさ、どっち向いてるか分かんなかったんだよ。オッケーオッケー。で、待てよ、こいつをまずやろう。どこにどこに、まず1ね、まず1ね、まず1ね。もうこの調子でいこう。この調子で全員いくわ。あいつらどうしよっかな、マジで。あいつらどうしよっかな、マジで。たぶん一人はね、弓でやんなきゃいけないんだよな、たぶんな。もう。あ、動いた。なに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 なんで動いたの。なんで動いたの。こっち向いてるな、あいつな。え、全然意味わかんない。あー、もうちょっと、笛吹かれちゃった。最悪だよ、もう。お、待って、ほら。お、待って。俺バレてない。俺バレてないわ。俺バレてない。ちょ、バレた、バレた、バレた。プチバレ、プチバレした、プチバレした。いや、バレてない。オッケー、バレてない、バレてない。バレてないよ、俺。あ、なんか、喜んでる。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。バレてない、バレてない、バレてない。散らばれ散らばれ、散ってる散ってる。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。バレちゃった、バレた。よし、頑張れマサコ様。あとはあとはお任せします。どうしよう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 。ちょっと、あんでかいのさ、マサコ様と一緒に戦おうぜ。無理だこんなやつら。集中モードドン。これいいじゃん。お前開いた。ちょ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 、もうずるいっていう槍野郎てめえ。集中モード、あー出て、ごめんなさいごめんなさい。なんなんこいつ、クソする。おらおら、あー、ちょちょちょ、なんかこいつ一生勝てない、俺多分こいつに。ごめんごめん、マサコ様、俺一生勝てないわこいつには。もう諦めていいですか。お前、いつ、おいつ、金やらな。てめえ、待っとけ、お前強、マサコ様。ちょ、見とけ、見とけ、マサコ様。くらえ。オッケー。ちょっと、マサコ様、この人、この人、この人、一番やばいから。もう、早く、マサコ様、早くして。ちょ、もういいから、やっちゃってください、本当に。
何なんすかこいつ。ちょ、ああごめん。ごめん、ああごめん、もうごめん、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 もうあぶら、おら、崩れろ。こいつら、鉄をゲット。弓兵、槍兵強すぎやしない。なんか俺のこの陣が弱いんかな。なあ、びっくりした。びっくりした。残った兵士かと思ったよ。雅子様、雅子様褒めてよ。4人ぐらい俺全部闇討ちでやったんだから。ちょっと鉄板にしておこう。そんな改まっちゃって、どうしたの雅子様。日和の扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後、追っておいてください。お、追っておいて。承知した。抜かるでないぞ、ね、インフンでるよ。雅子殿も頼むよ。橋の近くにいるユナに会え。どっち、 お父ちゃま、お父ちゃま風。何いますか敵。矢とゴーヤ。ゴーヤって言われてもな。ちょっと待って、ゴーヤをじゃあ日の矢なんちょっと破裂矢があんじゃん。破裂矢使おうぜ。破裂矢使わない方が損よ。こんなの言うな。お前も加勢しろよ。むしろバンペイがいる。はい、してます。俺が先駆けだ。え、どういうこと。一騎打ちしちゃう、一騎打ちしちゃう、一騎打ちしちゃうの。一騎打ちしちゃうわけ、一騎打ちしないわけ。あ、しないんだ。あ、そう。じゃあね、闇討ちしちゃうんです。ほら、あ、バレた。やばい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 。じゃあさ、ここなんでさ、えいやー、うっとらー、この野郎、くれボケー、この野郎。えぇ、ー、あー、いや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 。俺お前知ってんの。あ、いた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 。あ、すごい、スタングレード、スタングレネードされたけど、うら、弓兵には取るに足らず。はい、ほんとそうだよ。やろう、攻められぬ。腹を空かせた手下が寝返ったのかもしれんな。人を獣に変えるのが戦の常さ。まあまあまあ、それはね、しょうがない。言うな言うな、しょうがない。それは後で目の前ででっかいおにぎり食おう。うまいっつって。スゲガサ衆には一生かかっても食えぬ代物よって言いながら、なんかちょうだい。クナイ、クナイがあればもうな、100人力だからさ。クナイちゃんとあれにしてる。あー、ごめん、もうごめん、やっちゃった。クナイ投げちゃったよ。そうだ、こうだ。とりあえずちょっと社に上がっては民家へ。ゴーヤにしてこう。なんもなさそう。いっちょい。あ、痛い。それぐらい許してよ、こんぐらい高さ。いや、痛いな、多分。食べちゃってる。ちょ、ここコトゥンハ、コトゥンハ戦った時だけどさ。この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。そうだよ。よく生きてたね。死んでんじゃない、本当は。本当は死んでそう。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。なんで門を守れって。守るもない。バカねえやつ。どうしよう。崖を見て。向こうに渡れそうだ。本当に言ってる？おお、本当だ。しゃあ。あーあーあー、おお。危なかった今。オッケー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 。結果俺。なんの音言ってるの？明日か。よいしょ。おお、びっくりした今。ネオンだな。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。はーい。ちょっとなんかここになんかねえかな。ちょっとあんまり体力もねえんだよもう。え、なに？え、なに？どういうこと？え、なに？どういうこと？え、なに？どういうこと？こっち？あ、こちら。どう？おお、飛ぶねえ。んてい、よっ、よっ、おっ、よいしょ。さと。おお、だいぶ。だいぶこの鎧が邪魔になってきました。そろそろ鎧のせいでございます、この重たい重たげな動きは。とえい、よし、いけ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 、いいよ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 、身軽だよ。ちょ、そろそろさ、闇討ちさせてくれよ。
ちょっと正々堂々はやだよ俺もう。勝て、カズっていうさ、相手にはさ、大きな武器があるわけ。ユナの手がいるな。なんで今、お辞儀したの？なんで今お辞儀したの？え？あ、そんなあるんだ。よ。たた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 
で開けるとギチャンネル登録お願いします。